お暇なら映画でも。すぐはの新作映画レビュー。Fly me to the moon ということで、どうも映画独自解説家すぐはです。Fly me to the moon ですね。スカーレット・ヨハンソンの映画、月に行くアポロ計画、アポロ11号の月面着陸が実はやらせだったんじゃないか的映画。フライミートゥーザムーン見てまいりました。いや面白かったなと、名作なんじゃないかなと。いやーよかったなーと思いますね。なんか後半僕ずっと泣いてましたよ。結構長いこともう数十分にわたり、なんかずっと涙がちょちょ切れていましたね。なんでかはわからないんですけれども、理由は特になかったような気がするんですけどね、まあ、僕ちょっと人と類線が違うんで、僕の類線の基準ちょっとよくわからないんでね、なんでと思う方いっぱいいると思いますけれども、自分でもよくわかっていません。ただなんかすごく良かったなというふうに思いました。あのですね、相当コメディです。コメディだろうなとは思っていたんですけれども、思ってた以上にコメディ映画でしたね。でそのコメディ感が、結構僕は好きな感じでしたね。ともすればちょっと古臭いというか懐かしい感じのするコメディというか、そんな感じの印象も受けるかもしれません。ちょっとね、そのコメディの部分というか、まあストーリー全体的に何て言うかな、懐メロ感のあるストーリーというか、なんかね、同じような話が例えば50年代とか60年代にもありそうだなみたいなね、そんな感じの作りになっているところがあるんじゃないかなというふうに思います。ただ僕はね、まあ、そういうタイプが多分好きなんで、別にそれについてだからダメという感じはなかったということですね。面白かったです。ずっと面白かったです。このアポロ11号の月面着陸がまあやらせだったかどうかとか、そういったところも含めて、何スカーレット・ヨハンソンがやっているケリーという役がマーケティングのプロという設定なわけですね。でこのマーケティングっていうものの重要さとかそういったものも非常によくわかる映画で、あなるほどね、マーケティングってこういうことなのかみたいなね、まあ広報というかそういったことですよね。その辺がすごくわかりやすく描かれているっていうところもあるし、まあ当然ね、このアポロ11号月面着陸は全世界で生中継されたわけですね。この頃からもうすでに、まあ当然っちゃ当然ですけれども、アメリカはテレビっていうものがどういったものかっていうのがちゃんと分かってるわけですよね。まあこの映画の中ではニクソン時代なわけですけれども、テレビを使って政治を進めていって大成功をしたっていうのは、まあ、ケネディが、すごくその戦術が上手だったっていうふうに言われていますけれども、そのあの時代から、60年代のあの時代からアメリカはテレビってどういうメディアなのか、テレビというものの役割、テレビというものの可能性、そういったものが完璧に分かってそれをやっていたんだなってことが今回のこの映画で、まあ、よくわかるわけですね。だからちょうど今のご時世ですね、まあ、東京都知事選が終わった段階じゃないですか。で東京都知事選はテレビが全然ダメだったっていうふうに、まあ、言われていますよね。この討論会とかも全然なかったし、都知事選を取り上げることもほぼなかったというか、もっと取り上げるべき、日本の首都ですからね、その辺のどっかの地方の知事選とはわけが違うわけです。東京都知事選っていうのはね、もうもっと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 大きく取り扱わなきゃいけなかったはずなのに、テレビがそれをやらなかったっていうのは、まあどう考えたってテレビの怠慢というか、そういったところがあると思うんですけれども、だからこのテレビの重要性ってことが分かっていたのアメリカと、いまだに分かってない日本とかね、そういった部分も結構なんか時節柄ね、考えちゃったなーなんていうふうに思ったところもありましたということで、まあとにかくね面白かったです。面白かったなと。黒猫ちゃんが出てきてね、黒猫ちゃんが非常にいい仕事をしていましたけれども、いや全体的にはまあベタな話ではありますけれども、ただその NASA によるやらせというところのこの到達点というか、終着点というところが
あ、こういう感じでいくのね、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃんみたいな、そういったすごく見ている側も爽快感のある映画のラストにもなっているし、面白かったというふうに思いました。もうなんかそのなんつうの、人間愛というか、そういったものまで描かれている、すごく見た後に心がほっこりする映画だったんじゃないかなというふうに思います。もう僕は大絶賛です、この映画。ということで、この後はもう少しネタバレを含みながら、Fly Me to the Moon、 Fly Me to the Moon についてね、お話ししたいというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、まあネタバレを含みながら、まあちょろっと Fly Me to the Moon についてね、感想を述べたいなと思うんですけれども、まあ、このフライミートゥーザムーンの前に、もう随分前ですけど、カプリコン1っていう、まあ、映画がありまして、僕もね、フライミートゥーザムーンの予告を見たときに、あ、この映画面白そうだなと、公開になったら見たいなというふうに思ったんですね。で、そこで、あ、もうどう考えてもこれはカプリコン1が元ネタというか、まあ、なってるだろうなというところもあったんで、カプリコン1の動画も出したんですけれども、あのカプリコン1っていう映画が、まあ、昔々ありまして、これは、まあ、月面着陸が嘘だったということを元ネタにした人類初の有人火星探査、火星着陸というのを、まあ、やらせで行うという、まあ、ストーリーの、まあ、SF 映画なんですね。まあ、これはもう完全にアポロ11号っていうか、まあ、アポロ計画の月面着陸というのが元にあって、あれは実は嘘だったんだというアイデアを大きくしていって、新たに火星着陸というのをやらせで行うという、まあ、ストーリーになっていったお話なんですね。で、このカプリコン1っていうものが全部の大元となってですね、いろんな陰謀論というのが、すごく大きくなって、カプリコン1という映画があったから、待てよ、アポロ計画ってやらせだったんじゃないかっていうこの陰謀論が出てきたわけですね。で、そのカプリコン1の映画があって、陰謀論が出て、その結果フライミートゥーザムーンが制作されたということに、まあ、なっていくわけですけれども、この本作におけるこの陰謀論の使い方がですね、非常に上手だったなというふうに思います。発端としては NASA が人気がないということなわけですよね。このお金がないと、まあ、実際そうだったんですけれども、アポロ計画は失敗ばっかりするし、どん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 月にね、ロケット飛ばすってやったって莫大なお金がかかるわけですね。そんなお金が本当に必要なのかと、もっと他にやるべきことがあるんじゃないかということが、まあ、当時からも言われていたわけですね。当時ベトナム戦争の真っ只中で、ベトナム戦争が大事なわけですね。アメリカがもしかしたら史上初負けるかもしれないって言われているベトナム戦争を泥沼化しているわけで、この戦争と宇宙開発どっちの方が大事なんだっていうところが、まあ、一つあって、さらに、まあ、アメリカとソ連が、まあ、冷戦時代宇宙開発でしのぎを削っているわけですけれども、確実に明らかにソ連の方が上なんですよ、宇宙開発において。というか、何でもかんでもですね科学技術ってソ連の方が上なんですよ。ソ連は優秀なんです。宇宙もそうだし、核もそうだし、このこういうこのなんつうのでっかい科学技術って本当に当時のロシアじゃソ連はですね優秀なんですね。アメリカは全然ソ連には追いつけない状態だったわけですよ。実際ね、世界初の有人飛行はソ連だし、ソ連がガガーリン少佐が宇宙に行って地球は青かったって言っている時にですね、アメリカはまだまだ全然宇宙ほえみたいなどうやって行くのみたいな、そんな状態だったわけですね。だから全然レベルが違ったわけです、当時のソ連とアメリカっていうのは。ソ連の方が圧倒的に上だったわけですね。だからアメリカ国民としてもですね、もういいじゃんソ連に勝てねえからみたいなところも、まああったわけですね。だからどん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 このアポロ計画、まあケネディがね、ソ連が最初に宇宙に行っちゃったから我々は最初に月に行くんだってやったわけですけれども、いや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 、もういいよみたいな、行ってどうすんのみたいなところが、まああったわけですよ、実際のところ。つうことで、人気がないということで、この人気を回復させないと、アポロ計画自体がなくなると、もうお金がないと、国も予算を出してくれなくなってくるということで、マーケティングのプロとしてスカーレット・ヨハンソンがやってるケリーね、ケリーを雇うということになったわけですね。このケリーの、マーケティングの戦略がですね、
痛快というところがまああるわけですね。まあ時代というところも、まあ、全部、まあ、この後は全部フィクションですよ。実際のところはないんですけれども、ただこの時代というところもあってですね、このケリー の, あのマーケティングの仕方、その辺が非常にね、まあ、痛快に進んでいって、まあ多少ねこう細かく見ていけば、ちょっとありえない部分もたくさんあると思うんですけれども、あの僕たまたまですねあれ見たんですよ、試写会で、まあ、昨日なんですけど、なんだっけ、もしも徳川家康が総理大臣になったらって、ね、東宝がもうものすごいプッシュしている、映画あるじゃないですか。あれの試写会ちょっと昨日見てきたんですけれども、あれと同じようなニュアンス的にはそんな感じです。あれもそうなんですけれども、で今回の映画もそうなんですけれども、改革みたいなね、 NASA の改革、 NASA をこれまで内向きな、俺たちは純粋に科学の発展のために宇宙を目指すんだっていう風にやっている NASA に対して、いやいやあんたたちそれだけじゃダメなのよ、もっと外に出て宣伝してお金を稼がないと自分たちやってることできなくなりますよっていう、このマーケティングの方法として、斬新なことをやっていくわけですよね。時計とコラボしたりとか、オメガとねコラボしたりとか、この栄養ドリンクとコラボしたりとか、なんかそういう服アパレルとコラボして、これが NASA と月と一般国民がこうつながるところだみたいな、そういったこの何アピールをするっていうのが、まあ、あったわけじゃないですか。まあ、このあたりが例えば徳川家康が総理大臣だったらになったらで言うと、結構あの映画もまあ言ってみれば、あんまこういう言い方まだ公開もしてないしあれですけど、まあ言ってみればちょっとですね、まあ、痛快な政策を出すわけですね、あの総理大臣の方は。まあ、痛快な政策というかなんていうか偏差値低めというか、まあまあそれうまくいきゃそりゃいいわよねみたいな、そんな感じの政策をどんどん出していくっていう、まああの総理大臣の方も面白かったですよ。徳川、もしも徳川家康が総理大臣になったらの映画も思ってた以上に面白かったですけれども、そういうそのまあなかなかねそううまくいくかいみたいな、そういった痛快さみたいなねそれを痛快というふうに表現すればいいのかちょっと分かんないですけれども、そういった部分でいやいやそれ多分うまくいきすぎでしょうとかいうところはあるかもしれませんけれども、その辺はですねまあ映画なんでというところもあるし、まあいいでしょうというふうな感じでもう進んでっていいと思うんですよね、この映画に関して言えばね。コメディーだしね。でこのケリーがやっていった NASA の改革、まあ NASA の改革というか NASA、 そしてまあ言ってみればアメリカ国民の意識改革をさせていくわけですよね。宇宙競争なんて別にどうでもいいやって思っている国民たちに対して、いや宇宙競争をやるとなんかすごくない、楽しくない、みんな反対しないで協力してよって、思わせていく戦略っていうのはね、なかなか面白くて良、かったんじゃないかなというふうに思いました。だどん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 周りを巻き込んでいくってことですよね。この議員とかにもどん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 反対議員を賛成にさせていくという戦略ですよね。どうすれば NASA の予算削減に賛成票を投じようとしている人たちに対して、いや NASA の予算をもっと増やそうという票に変えることができるのかという、この戦略というか、そういった地道な作業みたいなね、そういったところも重要になってくる映画で、その辺をうまくやっていたかなというふうに思います。だからどん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 こう世間が変わっていく、潮目が変わっていく部分を見ていくのは、楽しかったなというふうに思いましたね。でそのケリーに促されてというか、そういった感じで NASA の発射責任者だっけ、コールね、チャニング・テイタムがやった、コール、彼がどん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 意識も変わっていってっていうところもね、すごく面白かったなというふうに思います。でまあ実際やらせを行うという話題が出てくるのが結構後半になってからなんですよね。おそらくまあ分かんないですけど、おそらく映画の半分あたりからそれまでの NASA にお金を取り込もうというところから、次の段階としてやらせを行う、やらせ映像を作るという段階にこうシフトしていった、多分映画の半分ぐらいからそういう風になってくると思うんですけれども、このあたりからまた映画全体のねこう空気というか、そういったものが変わっていって、そのあたりもすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますね。それまでのすごく楽しいマーケティングのケリーがどん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 バイタリティあふれる手腕を使ってですね、
NASA をこういい方向に進めていったところから一気に物語がちょっとシリアスになっていくっていう部分 のところもね、すごくいい感じにシフトしていったかなというふうに思いました。まあこのねやらせの映像を撮るというところのお話になっていってから、まああそこでねキューブリックに頼もうかどうしようかみたいなね、そんな話がありましたけれども、そこでね実際担当することになったなんかフランス人っぽい感じのイメージのある映画監督役だったかなというふうに思いますけれども、あの人がね、キューブリックなんていいのを1本撮っただけじゃないかみたいなことを言ってましたけど、あの1本っていうのはおそらく博士の異常な愛情のことを指しているんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあそのやらせ映像を作ってその映像を実際に流すという段になっていったところで、結構僕の頭の中ではですね、あれこれどうなって終わってくんだろうなみたいなところが結構興味深く見ていたんですよね。やらせ映像を作るという映画だと思ってるんで、あ、やらせ映像を作るんだねと、こっからね。で、実際に流れた映像がやらせなのかどうなのかの部分がどうなるんだろうというふうにね、非常に興味深く追っていたんですけれども、まさかあんな形になっていくとはね、面白かったなというふうに思いました。あのネタバラシのシーンとかはね、すごく良かったんですね。あ、でもその前に、実際の発射シークエンスに入ったところでですね、ね、この大統領の補佐官みたいな、大統領好きの秘書みたいな人がこうやってきて、アポロの実際の生中継が成功しようが失敗しようがやらせの映像の方を使うというふうになっていたじゃないですか。そこでみんながその事実を知ってですね、急いで実際に生中継ができるようにこの部品を揃えるっていうシーンがあったでしょ。もう宇宙船がもうあと何十分でアポロ11号は発射しますっていう時に、もう急いで電気屋に行って部品を買ってこいっていうふうに言って、みんなで電気屋に行ってテレビを盗むっていうあのシーンあったじゃないですか。あのシーンでね、僕はあそこからずっと泣いてました。なんでだかわからないんですけど、なんか頑張れみたいな感じになったんですよね。よし行け今だ、ここで行くしかないみたいな感じで行け行けみたいなね、感じがあってですね、もうなんかわかんないけどもうずっと泣いてましたね。いやあそこはちょっと良かった。今思い出してもちょっとなんかわかんないけど感動する感じがありましたけど、まあそういうことがあって、まあ、実際でもね、中継がライブ中継ができているのかどうなのかが定かではないっていう状況がずっと続いたわけじゃないですか。あの緊張感も良かったですよね。面白かった。で最後の最後に黒猫ちゃんがやってきて、ああいう感じで全てを丸く収めますかみたいな感じがあってですね、あの黒猫の活躍は本当にいい仕事したなと、黒猫よくやったぞという感じがありましたね。だからそのなんていうの、映画のストーリーとしても上手にまとまったっていうか、やらせはあったけどなかったという、まあ、結論になったわけですよね。やらせ自体は実際にはありました、でもそのやらせ映像がこの世に流れることはありませんでしたみたいな、そういった感じの結論はものすごく面白い結論だったというふうに思います。だって陰謀論者もそれでなんかなんとなく、まあ、納得できる感じもあるだろうし、映画の終わりとしても良かったし、一番最後ね、あの大統領の補佐官秘書あの人がね、これが本当の映像みたいな、ちょっとフェイクっぽいなみたいなこと言ってましたよね。あれ監督が言ってたんだっけ、どっちが言ってたのかちょっと忘れちゃったけど、監督か誰かが本当の本物の映像を見て、なんか やらせっぽいのはフェイクっぽい映像だねっていう風につぶやくっていうのも、皮肉が効いていてですね、にんまりしてしまいますよね。いや良かった、全体的に全部良かったなという風に思います。僕は本当に多分ですね、もっと細かく見ればもっとこういったところがこういったところがみたいなところがねいっぱい出てきて、すごく楽しめるんじゃないかなという風に思いますね。あ、ここでこんな伏線が実はあったんだみたいなのもありそうだしね。いやよかった。まあ多少強引に進めていったところはあるかもしれませんけれども、でもまあ力技でなんとかうまくいっていたし、まあ何よりもですね、絵に力もあったし面白かったと思いますね。この監督ってグレッ
ック・バーランディさん、何を撮ってる人ですか。 あんまよく知らねえな。あんまっていうか全然知らねえな。テレビが主な人なのかな。まあ、よかったんじゃないかなと思います。面白かった本当に。でこれアップルが作ってるんですよね、アップルスタジオ。最近このアップルスタジオよく見ますね。ナポレオンか、ナポレオンがアップルスタジオが作ってるんですね。アーガイルもそうだ。でフライミートゥーザムーン、今度やるね、あの F1、ブラピがやる F1、 あれもアップルですね。まあ、映画産業にね入ってくる、企業いっぱいいますよね。だからね、この間、パラマウントでね、買収騒ぎがあって、結局あれ、まあ、ソニーがね買収するんじゃないかみたいな話がありましたけど、結局スカイダンスが、買い取るということで、すごいですよね。スカイダンスもまあでかいですけど、どっちかっていうとちっちゃい企業というか、そんな感じがありましたんで、ああそうですかという感じがありましたけれども、ただスカイダンスは結構中国絡みがいろいろとね、あるんで、そうなるとスカイダンスからパラマウントってなってきて、この辺りで中国マネーがどう動くかみたいなね、ところも多少気になってくるかなという感じがありますよね。まあ、トップガンマーヴェリックの時にね、ワッペンがどうなるのかみたいな話がありましたけれども、まあいろいろとアメリカの映画業界もいろいろありますねという感じですよ。まあソニーがもし撮ってたらすごいことになるなと思ってましたけどね。だってソニーはねもうコロンビアを1個持ってるわけですから、コロンビア持っててパラマウントも持ってってなったらえらいことになるぞみたいな感じになりましたけど、まあね、いろいろと再編が進んでるのかななんて、変わり目みたいなところがねあるのかななんていうふうにね、思います。まあ、そういうあたりも政治的なところも多少楽しみかなという感じがありますけれども、フライミートゥーザムーンは、僕は非常に面白かったなというふうに思います。アメリカでは先週公開になってるんですね。で、なんと賛否両論ということで、賛否両論好きね向こうの人たちはって感じだよね。賛否両論つったってどう賛否なのかっつうと、あれなんですよ、まあロッテントマトで見ると、まあ、よくあるタイプ、批評家スコアが 66% って、まあ別に悪くはないですけど、66% なんですね、批評家スコアが。に対して一般スコアが 91% っていうことなんで、すごくその批評家と一般ですごく差の出ている、評価になっているのかなという感じがありますね。これたまになんか勘違いしている人いるような気がするんですけれども、例えば批評家スコアで、まあ、60% とか、まあ、50% とか出るとするじゃないですか。その場合みんなが微妙だったねっていうふうに思ってるわけじゃなくて、すごくいいって言ってる人もいればダメって言ってる人もいるってことですからね。すごくいいって言ってる人もいっぱいいるんですよわかりますよね。66この映画で、ね、して言えば 66% っていう批評家スコアがあるわけですね、ロッテントマト。ってことは100人いたら66人はいいって言ってて、44人はいまいちだなって言ってるっていうことですから、真ん中 66% っぽい満足度の人がいっぱいいるんじゃないですからね、その辺ちょっと分かってほしいなという感じがありますけれども、僕は大満足ですただですね、一つ僕的に不満があるとすればですね、キューブリックの名前がまあ出てくるわけですね。この映画の中に2回出てきたかな、キューブリックに頼もうか しらみたいな感じのことを言ったのと、やっぱりキューブリックに頼めばよかったって言った時の2回あるんですけれども、ぜひですねキューブリックの名前を出すぐらいだったら2001年宇宙の旅の話題も出してほしかったなというふうに僕は思うわけですね。2001年宇宙の旅はアポロが月面に行く前に、アポロ11号が月面に行く前に撮られている映画なんですね。アポロ11号が月面に行ったのは69年に人類初の月面着陸を行ったわけですけれども、2001年宇宙の旅は68年公開ですから、その前の年に公開されているわけですね。その前の年に公開された2001年宇宙の旅で完璧な月面が表現されているわけです。誰も見たことがない月面を、キューブリックは完璧に再現していたわけですねせっかくそういった、ものすごい話題があったわけですよ。当時ももうすごかったはずですよ。で実際ね、アポロの
クルーたちとかみんなスタッフたちみんながキューブリックの映画あの通りだったってみんな絶賛していたわけですから、フェイク映像を作る際にですね、2001年宇宙の旅を参考にするとか、2001年宇宙の旅みたいな感じで作れって何か言うとか、2001年宇宙の旅を見に行くシーンを入れて、なるほどああやってやればいいのかって思うとか、もしくはキューブリックがああいう風にできたんだから俺だってできるに決まってるとか、あんなのは月面じゃない、あの月面は間違ってるっていう風に言って別の月面をフェイク映像で作るとか、なんかねその辺を絡めて欲しかったなっていう風に僕は思いました。せっかくキューブリックっていう名前が出てるからね、だったら2001年宇宙の旅は絶対に入れるべきだったでしょうという風にね思うんですけれども、そこは非常にちょっと残念だったなという風に思いました。そのぐらいかな僕の不満点は。まあ基本的には大満足です、面白かったという風に思いました。ということで今回は新作映画レビュー Fly Me to the Moon Fly Me to the Moon についてお話しいたしました。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。すぐに取り上げてもらいたいリクエストありましたらチャンネルの中に入っていただいてコミュニティに書いてください、よろしくお願いいたします。でメンバーシップスグアの裏を知る者たち、こちらもやっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回はフライミートゥーザムーン大満足の映画でした。見ていない方ぜひ見に行ってください、面白いですよと。あ、ちなみに僕吹き替えで見ました。ちょうどね、タイミング的に吹き替えが上映時間にちょうどいいタイミングだったので、別にどっちでも良かったんですけれども、僕字幕でも吹き替えでもどっちでも良かったんですけれども、吹き替えがちょうどいいタイミングで吹き替えだったんで、じゃあ吹き替えでと、いうことで別になんかこだわりがあったわけじゃなくて吹き替えで見に行ったんですけれども、吹き替え完璧だったと思います。何の違和感もない、素晴らしく完璧な、吹き替えで、吹き替えだったからこそこんなに面白かったと思ってるのかもしれないと思うぐらい、すごく良かったんじゃないかなというふうに思いました。それではお聞きくださいましてありがとうございました。皆さん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。